パンパカパンパンパンパカパンパンパカパカパンパンパン。おはようございます、フォルテです。シャキーン。マッチョ健在。はい、今日はですね、ショパンコンクールで注目されたファッツーリという楽器について注目していきたいなと思います。今回のショパンコンクールではファッツーリを使用した方も多く、第1位の方はショパンコンクールでファツリを演奏して優勝されました。あとね、3位と5位の方もショパンコンクールでファツリを演奏してました。今回ね、ファツリという楽器がすごく注目されました。で、僕が持っているこのファツリ、一応フルコンサートピアノで F278 という楽器は、ショパンコンクールで使われたあの楽器と全く同じモデルっていうことですので、なぜこの楽器を選んだのかとか、あとは値段ってどうなってるのとか、あとファツリってどういう楽器なのっていうことに関してね、せっかくでしたらオーナーが取り上げようと思います。まあね、もちろんね、いろんな方の意見はあるんですけども、まあもう僕がね、自ら自分のお金で買って欲しかった楽器だったっていうこともあったのでね、まあ僕の意見っていうのは結構もしかしたらね、参考になるのではないかなと思いましたので、この動画を作ろうと思います。まずこのファツリという楽器はまだね、浅いです。何が浅いのかっていうと、歴史です。ピアノっていうのはね、まあ本当に何百年も前からずっとあって、老舗みたいなことを言われてるような楽器メーカーが多かったんですけども、ファツリはね、まだ40年ほどしか経っておりません。今の時代にフォーカスして、今までない素晴らしい楽器を作ろうっていうことをコンセプトに、ずっと作り続けてる楽器メーカーです。で、年間に大体120、30台しか生産されておらず、ほとんどが手作りで、ものすごい丁寧な作業のもと作られてる楽器なんですね。だから基本的にはもう本当にね、在庫がないんですよ。で、僕は本当はこのファツリ1年前に購入を決めたんですけども、本当はフルコンではなく、もう少し小さいモデルを買おうと思ってたんですね。で、いわゆるスタンウェイでいう B のサイズ、サロンモデルのサイズを買おうと思ってたんですけども、買いに行った際に在庫がございませんと言われて、あら、欲しい楽器がないやん、だけどフルコンならありますよって言われて、まあその時僕はね、ピアノが欲しかったので、そしてこの音に惚れたっていうのもあったので、まあフルコンを買いました。いやー、買ってよかったですね。なんかね、やっぱりまず皆さんが弾く機会が少ない楽器かなと思いますので、本当にフォルテ君なんでファツリ選んだのとか、すごい結構たくさん質問されてました。だけどですね、もう弾いた瞬間に、あ、この音はいいなと、この音を自宅で弾きたいなと思ったので、ファツリを選びました。ですが、今回ね、ショパンコンクールで使われたシゲルカワイだったり、ヤマハだったり、スタンウェイっていうのもね、もちろん今後購入していきたい楽器でもありますので、ちょっとね、貯金をしてまた買いに行こうかなと思っております。もうね、全楽器を揃えたいんですよ。やっぱり夢じゃないですか、ロマンがあるくないですか。やっぱり、まあ、YouTube を使ってね、こうやって皆様に情報発信ができているので、いろんなピアノで、いろんな音楽を届けれたらなと思っております。まあこんだけ喋ってっていうのもいいんですけども、ファツリという楽器がどんな音なのか、せっかくだったらお家の僕の演奏動画軽く紹介させていただきます。ドン。まあファツリという楽器はですね、すごく音がクリアなんですね。低音、そして中音、そして高音ってね、まあ様々な部分があるんですけども、ファツリの良さっていうのは、特に高音部と低音部の音のクリアさ、ファツリらしいって言ったら低音と高音はね、すごいね、もう明るくクリアで一個一個の音が聞こえるっていうことが、ポイントかなと思っております。で、まだこの楽器は日本ではね、ホールとかで置いてるところも少ないんですけども、まあこれから増えていくのではないかなと言われております。まあこれからの時代はホールにもたくさんね、ファツリという楽器が増えていくのではないかなと思っております。まあしかしね、常に手作りで、まあ生産が追いついてないってこともあるので、まあ入ってる場所はすごいね、貴重な場所となっております。僕がよくコンサートで使用する豊洲シビックというね、ホールにはファツリという楽器が入ってて、僕もそこで何度もリサイタルをさせていただきました。で、
ですね、まあ一応皆様にねホールのファツソリでの演奏の音もちょっと聞いてもらいましょう。どうぞ。すごく明るく華やかな音がすると思います。そしてね、タッチとしてもすごく弾きやすく、まあピアノをやってる方だったら弾いた瞬間にすごいね、いいな、いいな、いいな、とてもいいなって思うかなと思います。ではですね、本質いきたいなと思います。一番皆さんが気になってるだろう値段ですね。はい、このファツオリ、おいくら万円するのでしょうかということかなと思うんですけども、まあ、そのピアノメーカーの方針としては値段は秘密というねことになっておりまして、まあ僕の口からね言えるっていうのはね、ホームページにも記載されている通り、スタンウェイだったりベーゼンドルファーだったりっていうのと全く同じ価格帯だよっていうことしか言うことができません。もう僕が買った値段をって言いたいけど言えないんですよ。これが方針ですから、まあ僕がねこうでもいろんな方に見えるところでえーって言っちゃうとねちょっと問題となっちゃうので、はい、まあ伏せさせていただきますが、もう本当にスタンウェイとか、まあ本当にベーヒシュタインとかベーゼンドルファーとかと全く同じ価格帯ですね。もう輸入ピアノはね基本的にどのメーカーも同じ価格帯ですね。サイズもこのファッツルという楽器を使って今度僕コンサートをします。オーケストラと一緒にラフマニノフを、演奏します。そのコンサートはフォルテムキムキ大感謝祭というね、もう本当に超豪華です。ホールにはないそのファツオリという楽器をわざわざ持ち込んでもらって、このねファツオリ×ラフマニノフとかファツオリ×僕のソロ演奏だったりファツオリ×友達とセッションをしたりとすっごい豪華なコンサートが東京で12月12日にあります。もちろんこのコンサートはオンラインでもやりますので全国各地の方全員が見れるコンサートとなっておりますので、ぜひとも皆様チェックしてもらえたらなと思います。皆様少しはファツオリに興味が持てましたか？はい、僕はですね毎日この楽器を、まあ、四六時中弾いてるんですけども、まあ楽しい限りでございますので、皆様のね好きな音と好きな時間を共有して今後もピアノを頑張って楽しんでもらえたらなと思います。やっぱりねいい楽器はいい人生を作るとね本当にね僕は思いましたので、皆様もね無理して買いましょう。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。ショパンコンクール受けられた方お疲れ様でした。僕もねいつか受けれるように今後頑張っていきたいなと思っております。というわけでここまで見てくれてありがとう。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョますますボーイ。マッチョ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 。マッチョが大好きです。